おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていこうと思います。最近ですね、服買いました。はい、たまにツイッターにちょっとおっとあげたんだけどあの服とかポーチ買ったんですよ。久しぶりにポーチなんてもう2年3年ぐらいつけてるもんだからさ、そうそうね、買ってもいいかなと思って、はい、年末に買いました普通こういうのって新年に買うもんなんです。年末に買いましたね。2万ぐらい簡単に吹き飛びましたねまあでも2万こう簡単に吹き飛ぶんだなと、買ってて思う。2万こんなに簡単に吹き飛ぶんだ。どっかのカードゲームもすごい勢いで3万とけ。本日はですね、あの2人プレイのバトルロードで遊んでいこうと思います。まあ、リスナー企画とかでよく大体よくね2人プレイで遊んでたりはするんですけど、まあ、今回はねゆるく2人プレイやっていきましょう。どんもぐらかーいあーなるほどね、大丈夫かなというわけでね、一品チーム、あのこれはこの前紹介した動画あるじゃないですか。一品チームはこちらでいきます。はい、ナイトリッチを入れたね、手加減など不要というワンばかりのね強キャラチームでございます。よろしくお願いします。どう見ても魔王適性まで高いじゃねえかよ。もうすべての鍵はナイトリッチが握ってるからね勇者レベル25なんですよ、実はまだ。まあね、この勇者ね、ひよっこ勇者を引き連れて、あのこの 2P チームね、今までさ、あのこのチーム前回の動画で紹介してるじゃないですか。このチームがね、対戦したところは見たところなんですよね。手を取り合って進んでいこうと思います。その手を取り合ってがなかったなかった。はい、というわけでね、以前からやってきたこの2つのチームがね、手を取り合って戦うというね、スタイルでやっていこうと思いますいいじゃん、なんかこういうのさ、いいんじゃない。今までね、2つのチームを紹介してきたよね、あれね、動画で今ドラゴンって言いかけたな動画で紹介してきたんですけど、今回はこの2つのチームが2つ協力して戦うっていうね。なんか協力っていいよね。のぞし番で止まるとかやめてね。ちなみに今フォース使いましたせっかくなんでね、めっちゃ受けたね。ナイト打ち？ナイト打ち？ちょっとやめてよ。もういいんだよ。もうアンコールは期待してないんだぜ。アンコール早すぎんじゃねえか？止まらないでかい。さあ、フォースを活かしていけるか。ただね、ドンボブーラーなんですけど、残念なところにね、雷強いんすよね、確か。そのせいでね、あんま雷鳴拳しても入らんかもしれん。今、フォースの、ま、こいつは絶対ですけどね。行きましょう、サイクロン。いいよ。まあ、アサリはどうだ？だよね。あ、でもあまり効いていないぞ。上から550って強いよね、やっぱ。まあ、これ意味ないっす。で、リザードはまあ、どうしようもないっす。さよなら。で、おまけにデインなんで通らないです。まあ、しゃあないっすよねー。ドン！雷強いんかい。ちょっとあまり、この動画によろしくないよ。あまりよろしくないっすよね。雷強いってのは、この動画として考えると。で、2ピンプレイとかだと、ギガスラッシュとか、ギガデインより、こう、属性系を強くした方がね。あ、いいね、蒼天魔山。いいよ、蒼天魔山、どんぐらいだよね。600ぐらいでしょ。しょいやーい。いいねー。そうそう、こんぐらい出るんだよね。さあ、暗黒ゾーン、いいよ。この 1P チームの敵性、なかなかタッコ、多いね。1267か。やるか。6ミリ1体、いざ、力を合わせて、いざ浮かぶ。これやりたかったんだ。以前から2つの動画を合わせた時に皆さん何か気づいたと思うんですよ。これがやりたかった。あ、そうはいかない。いざ6味一体、力を合わせて手と手を取り合った先に闇を倒す道がある。極楽伝説版ジガベイいいじゃん、すげえ、なんか感動、アニメじゃん。ジゴレインなんすよ、この6体が。うおー、やばいな。ちょっと待って、待って、やばいの来たな。マジっすか手と手を取り合った先に魔人来たか。いいじゃん。最近ちょっとプレイ幼いだから気ぃつけてこ。頑張ります。底辺実況者やめろ。どっち、赤目？あー、なんか通常か。え、通常なの？そこを赤目で来てくれ。いや、でも通常でも勝てたらすごいからね。下手な赤目より強いからね。確かに。さあ、白目ドリアムなんですけど、どうしようかな。1、2はね、意外と凍てつカードでおたけびをすることはあるんですけど、まあするんですけどというか、凍てつカードおたけびをたくなんですけど、
まあ一回ちょっと振ってみますか、フォース。3ターン目はつばぜれをしたいターンにはなりますんで、まあね、雄たけびをいて使うのは怖いですけど、一回ちょっとね、フォースかけてみようと思います。まあ、フォース的にはね、1P チームがかなりありますんで。さあ、かまいたち、どうなる？はい、1位と！にゃーなぜだ、なぜそうなる。あ、雄たけびのタクに入ってくる。いて使うのタクをかわしましたね、今。雄たけびっていつかのタクなんで、ここは私もいいよ。やはり、ひよっこ、これだから1年とは組みたくねえんだ。やっぱひよっこ勇者はこんなもんか。大丈夫。ね、手と手を取り合って魔人倒そうぜな。ね、一緒に戦ったんじゃん。いや、頑張ろう。いけるいける。いいよ、蒼天魔山。当ててくれよ。青い成功、蒼天魔山。ほら！いいよ。いい、ダメージ出んな。ギガスラッシュはギガでいいのにね。うまいことやればダメージ出るからね。で、ズシオーマルは、水神派さん、雷神派ともともにね、属性。まあ、こうなるとギガスラッシュの方がね、ダメージの取りは本当はいいことになるんですけど、こうなるとね、ギガでいいした方が良かったんすよね。でもね、もう回避が事故っすよ。回避がもう事故レベルなんで仕方ないっすよね。いやー、どうしようかな。厳しくなってきたよ。いやー、なかなか。打点が出ないところでありますが、次のターンはね、普通に練習していきましょう。3ターン目でつばぜれをして、勝てなきゃちょっとね、まずいんですよね。まずいですよね、勝てなきゃね。さあ、こっからですよ。ね、手と手を取り合ってマジに倒せるか。ね、白目を倒せなきゃ赤目ももちろん倒せないですからね、基本的には。まあ、白目と赤目でなんかね、強さのね、ベクトルが全然違うやつもいますが、まあ、こうなるととどめ耐えられないですから、このた、もうね、この HP じゃ。6来たよ！ここで出るか！ナイス！素晴らしい！いいよ！最高じゃん。6出たらもう最強だからね。さあ、獣神さんもね、会心高めなんで、狙っていきましょう。威力高いよ、せーの。おい！あー、でもこんなもんか。まあ、ドリアムが打撃硬いからな。まあ、いてつかあとはラッキーでしょう。おたけびでね、ひるむ方が厳しいんで。で、次のターンはね、フルアタックなんですよ、要は。グランドクロス2回打ってくるとかいうね、パターンもありえますんで、ここでつばぜりをします。問題はね、できればね、うまいこと、ダメージ乗せてほしいところ。さあ、王者の一戦で、当てていく。いいよ、かっこいい。弱。あれ？主人公レベル25ってこんなもん？水神破山。水の力、水神破山。あー、ドリアム勝ってな、君。三日月の剣技。だよね、つばぜり合い次第ではあります。最近ちょっとつばぜれがね、おざなりなのではっていうね、よくツッコミを受けるんですけど。本当っすよね。なんか、230以上やってさ、ナイトリッチ。さあ、おざなりなつばぜれになるか。それともやるか。頼むぜ。さーてと、最近なんだとって言ってること多いからね。あーとかね。よし、頑張ろう。よし、頼むぜ。連打力、最近連打力足りてないよ。連打足りてないじゃない最近。あれ最近ちょっとプレイおさらいだから気つけてこ。頑張りまーす。頑張りまーす。底辺実況者やめろ。いや、無駄なんだよな。いや、無駄なんすよ、これ。究極必殺技って出てるけど。ま、負け惜しみになってる。負け惜しみになってんだよ。いや、終われないでしょ。いやー、ちょっと待って、あれで動画終わるのはちょっとさすがにやばいんで、ちょっと一回、泣きの一回お願いします。いや、さすがに、あれでじゃあ動画終わろうって言ったらさ、最近ちょっとひどいからさ、最近なんかね、つばぜれになんか肝心なところで負けてさ、とどめの一撃打たれてるとか多めなんで、すっごく。すっごくなんか多いんですよ、なんか個人的に。生放送とかでね、結構トントンにしてるかもしんないですけど、してない時も多いですけど。うん。ちょっとさすがにそうそうさ、動画で勝ちたいよねっていう話ですよね。さあ、勝ってみましょう。今度こそ勝つぞ。ああ、いいね。まあ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 。次、鉄かとかおたけぶたくよ。まあ一応ね、稼げるかなということで、ちょっとぐらいは稼げるでしょうってことで、
さあ、どっち行く？あー、なるほどね。なるほどね。十字体になっちゃうのね。せーの！これやっぱ主人公格が外してしまうのが一番ね、打線的に苦しいからね。オーケー、雷鳴拳いいよ。大丈夫大丈夫。雷鳴拳の方が出るからね。はい。オーケー！んー、あれ？フォースで2倍の終わりには。リザードもしゃあない。リザーブは何してもしゃあがない。それはもう技構成的に仕方ない。ダークドリームにあまり向いてないモンスターになってんな。てかこいつ。まあでも、デインとか抑えるからね。さあ、ナイトリッチはね、フォースの適性がバリッバリなんでね。はい。ナイトリッチ活躍してくれ！お前で出た動画必勝パターンなんだ。いい。大丈夫大丈夫。いいねー。おたけび回転つく波動タクの時に全員動いたのはでかいっすよ。オッケー。いいよー。さあ、こっからこっから。おたけび、さっきと同じパターンだね。3ターン目に、つばぜれで勝てるかどうか。さっきのゲージで勝てないのはね、ちょっと連打が幼い。こいつが、こっちが止まるかい。連打が幼いだった感はあるから、普通に。ちょっとね、もうちょっと。でも連打ね、これ、やってるパターンと、普通に連打するパターンなんですよ、これ。連打のせいにしますね。ゲージマックスやったら勝ったったっていうのもあるね。まあそろそろつばぜれ頑張ろう。つばぜれクソザコシリーズとかもういいから、その、なんか最近動画で出したから、つばぜれクソザコシリーズっていう。もういいから。もういいよ、本当に。いやー、いつまで経ってもつばぜれって課題なんだなって今思ってます。いや、せめてね、ちょっとね、勝とうよ。勝っていいと思うよ、そろそろ。ギガスロー。そうだね。もうこうなると厳しいね。まあ、ギガスローって次行ってつかどうか、私でタクト再び。サタメ次第。ダメージはちゃんとさっきの時点でね、分かってたんですけど、足りてる方なんで、つばぜれで勝てればって感じですね。あー、ここもおたけびする。下手すると削り切られるっていうのもね、十分あり得るんだよな。お、いいね。止まらなかった。さあ、かまいたち、1ですね。ちょっと同じこと。さっきの動画と同じような。てか、なんだったらさっきより広いな。さあ、水神破産撃ってこい。行ってください。つばぜり屋に全ての全集中の牛つばぜり屋のだ。そういうこと言ってるから負けんじゃないの。さっきと同じ、さっきと同じゲージ取れれば十分いけます。さあ、さっきと同じようにゲージが打てれば勝つ可能性はある。きたわー。いきます。これで負けたら動画終了よ。よっしゃー、さすがに勝てるよね。さすがに勝てるか、さすがに。よし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 、ここを取り返せ、取り返せ、取り返せ。負けで終わんな。もうたまには勝ちで終われ。たまには勝ちで終わらせんだよ。たまには勝って終わらせないと。うん、手と手を取り合って勝ちよ、勝ち合おうぜ。うん、いいよ。で、4ターン目凍てつかどう、おたけびのタクとかあるからな。どうしよう。下手すると5ターン目まで伸ばされて、負けってやり得るんだよなぁ。とどめが打てるかどうか、4ターン目に打たせてくれるかどうかなんですよね。まあ、正確に言うと5ターン目になるんですけど、4ターン目凍てつカードがあるんで、高校凍てつカードを食らった場合、いいね高校凍てつカードを食らった場合、とどめが打てなくなるんですよ。で、5ターン目に、やられるって可能性はあり得るんで、4ターン目スペシャルカードを待ちで行きましょう。よし、行こう。最悪この、4ターン目に死ぬことはないんですよね。まあ、さすがに。攻撃2回は飛んでこないし。順調にいけば、まあ、勇気は貯めれるんですけどね。いいね。大丈夫。とどめボーラー行きました。三国ゾーン、うん、いいよ。いや、できればね、凍てつカードのケアのために2体ぐらい残してほしいけど、走り出してるね、君たち。ちょっとね、勝ちを急いでるよ、君たちは。ここで、まだ動く！まだ行っちゃうの？大丈夫かな？最悪、星ウルドの先生も視野に入れていい。ここで動く。おたけび、はい！これで大丈夫です。これでもう勝ったでしょ。凍てつカードとおたけびのタクをね、おたけびでもう透かしたんで。ここで削り切られることはないでしょう。さすがに。1180の。大丈夫、大丈夫。うん。よっしゃ、勝てる。よし、ここはリベンジ果たしたな。まあ、ダークドライもリベンジしてくるけど、こっから。皆さんお分かりだと思うんですけど、もう皆さんお分かりだと思うんですけど、ダークドレモンリベンジしてくるんで。
行くぜやっぱりデスタムーは召喚よし、さあここ次勝ってこそよ。てかつばぜりのゲージはいいから、意外となんで最近連打が落ちたんだ、やらんさすぎかなよし赤目いこう、赤目も勝とう。さあ白目で勝っただけで満足はしていられないですよね。ダークドヘムのリベンジマッチやここ勝ってこそよ。さあね、よく動画でも散々出ている赤目ドラム、2人プレイの挑戦はね動画の中だと珍しいんじゃないかなと思うんですけど今ちょっと風のマット選ぶの間違ってるなんで向こう行ったんだろう。まあ一旦目はね例によって例のごとくたまにね卓を外しますけど、まあ一回防御に入っていいと思う。でその後にグリーンガムとかホースを考えてもいいかなっていう感じですね。うん、ただね打点が取りにくい、ダークドリアムって全ての属性にね弱体性持ってるんで、まあダメージが通らないんですよね本当に。さあまあ、打撃に対しては普通に耐性持ってますね。そうでまずの方がね多分ダメージは出ると思うんだよね。まあそれあぶ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 主人公が外すなって言ってんじゃんか。ちょっと待ってくれ、ちょっと待って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 、本当に待って、もうまたタク外したし、しかもタクまで外したぞ。最悪の出だしになってるよ。カズレマントのタクまで外した。ちょっと待って待って、やばいって、それはそれはやばいんだよな。いやーちょっと幸先が悪すぎる、あまりにも幸先が悪い。大丈夫これ 2P だから 1P みたいにダメージが足りないってことはあんまりない。うん、あんまりない、あるっちゃあるけど。だからいやでもね、ダークドレムの手数も強力な攻撃が多すぎるんだよね。ダークドレムとりあえずねコンスタントに与えていかないとダメだよ。でできれば会心 1P プレイと同じように会心を出していかないと厳しい本当に。この一ターンで1000しか削れてないっていうのはちょっとね痛いよね。6体ですよ。え700しか与えてねえじゃんお前ら、どういうことなの700しか与えてない、なんだったら1P チーム全部見捨てたしねなんだったら1P チーム全ミスだったよね今。勘弁してくれや、火力アンの方はお前だろ。頑張れって引っ張っていけ、後輩を引っ張ってくんだよ先輩は。先輩は後輩引っ張るしかねえんだ。ほらーちょっと待ってくれ大丈夫かなこれ、打点足りてんのか、打点足りてんのか。2ターン目は凍てつかどうかね、方向の卓にはなりますんで、できればね凍てつカード2回っていうのが望ましいのかなっていう感じですね。さあ打点が会心出さないと打点足んねえなこれ。今回なんか知らないけどちょっとしたミスでね右手に最終奥義持ってるんですよ実は。さっきのとどめダメージ見れば分かるんですけど、地味になんか最終奥義持ってるんでとどめはちょっと増えるんですよね。方向から入っちゃったらもう凍てつカードがいいよ、その方向まずいんだよね。避けてもいい、ガードしてもいい、ガードもしない、避けもしない、足もすくむ。ねえ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 、頼むよきつすぎだって。ちょっと待って、厳しい流れになってるぞ非常に。これかなり厳しいような気がする、この流れが、流れ悪っ。あーまあ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 、ラッキーラッキー、すごいラッキー。足をすくむのもなくなったからね。まあでもつばぜり合いする点ではどっちがいいか分かんないけど、運命の時、いざ予感運命の時です運命の時じゃーん、来ましたよここよ。今日は調子いいから同じように4、3、2、来たー、勝て、勝てる、いけるか。すいませんね、流れは作ったからあるぞ、ある、だいぶある、ある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 、大丈夫大丈夫、勝てるかもしれんよ。で SP をどうするか、光の玉で有機チャージを狙うのもあり、ギガでいいんで今足りない打点を補うのもあり、フォースはちょっとね凍てつカードが4号にありますんで厳しいところなんですよね。4ターン目も攻撃、結構ね4号も攻撃がするから OK 最高じゃん。
オッケーよよー。オッケー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 。300出てんのでかい。このメンツの中で300はすごいよ。最高ちゃん頼むわ。ただし打点取りしかないよ。で、5ターン目にやられる可能性も大いにあるよね。ってことは、まだ5ターン目に SP を選んでいいと思う。さあ、流れは作りました。ここからですね。いやいやいや、大丈夫。いける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 。つばぜり合い勝ったのめっちゃでかいから。ギガデインか。まあまあまあ、方向、そうなんだよね。ギガデインか。次方向だな。方向か言ってたからな。いやー、きついきつい。ワンチャンこのターンに勇気貯めてもいい。はい。うんと、おっと伊手葉はラッキー。かなりラッキーですね。次のターンかな。ダブルギガスローもあるよね。凍てつく波動がダブルであるっちゅうのがもう本当にまずくって。3。なるほど。いいよ。あの、凍てつく波動がダブルにあんだよな、5ターン目は。だから、本当は5ターン目まで伸ばしたくないんですよ。ただダブルであるって言うと攻撃2回引いたら死なんすよね。それなんだよな。少なくともダメージは絶対足りねえか。生放送でダークドリームやってるけどさ、もうこうやってると厳しいんだよな。どうする。いや、とどめは打とうとしてもたまんねえぜ。ここはね、ワンチャンかけてもいいと思うな。グリーンガム使っていいと思う。凍てつく波動をあのやられる可能性はあるけど、グリーンガムで止めれる可能性もある。勝ち筋引きに行こう。とりあえず負け筋はグランドクロスダブルギガスローか。そうやったら削り切られるかもしれない。止めてもらえばいける。グリーンガム入ったぞ。頼むぜ。蒼天魔山止める敵、止めろ止めろ。ああ、うわー、グリーンガムもう消えた。俺のグリーンガム早くも消えた。グリーンガムもう消えちゃった。うわー、厳しいな。あのダークドレムがもう一回動いて凍てつく波動されたらほぼやばいかも。とどめが打てないってことになるからね。あ、グランドクロス、これはもう勝ったんだね。勝ったんじゃね。勝ったぞお前ら。多分そうだよね。グランドクロスとダブルクロスが死んでたな、やっぱ。いや、いける。これは勝った。なんかつばぜりに勝ったのすげえでかかったぞ。行ったぞお前ら。もうあとはだって消化試合よ。よかった、ダークドレムが走ってくれてる。よかったけど、よしよし、勝てる勝てる。勝った勝った。久しぶりに動画で勝ったんじゃないまあ最近モリーミッションで、ね、まあ 1B チームで勝ったんですけど、最近なんかプレイがおざなり感出てたんでやっと勝ったやった勝ったって言うべきじゃないですけどね。チームもちゃんとあのね、もっとなんかさ、ふざけたようなチームでさ、ダークドレムよく挑んでるんですよね、生放送の関係で。だからさ、これで勝たないとやばかったよね。いやー、心残りを一つ言うとすればね、全然自己デイン打つ暇なかった。いや、とどめを自己デインで決めたらかっこいいんだけどさ、無理だわ。無理だわ。やったー、勝ったー。いやー、つばずり合い今日めっちゃ調子良かったね。連打の調子があれってなったけど、後半取り返した、取り返した。え、大満足です。